意外に重いっすね、変えたら。おお。安全に行きましょうか。はい、いつもご視聴ありがとうございます。シラフです。今日はね、南房総の海に来ております。で、潮回りはですね、大潮ですね。でたまに 2,3 羽ですね、鳥さんちょこっとね、なんかサーチしてる感じなんで、まあ多少期待できるのかなって感じなんですけどね。今日もね、安全にね、気をつけながらね、やっていきたいなと思います。今のところね、風は落ち着いてるんですけど、沖に行ったらね、どうなるのかわかんないんでね。今日は北風なのかな、今止んでますね。まあね、気をつけながらね、今日もね、やっていきたいなと思います。あとね、青物がね、入ってるようなんでね、またね、メタルバイブジグですね、落としてね、青物ね、も調査していきたいなと思っております。それではね、頑張ってやっていきます。はい、ピンテールサゴシチュンですね。なんかしょっぱら反応があるんで、でこれね、でサハラ 4000XCJ グラップラー BB ですね。これ、着底してね、早巻きですね。なんか活性良さそうですね。で、サゴシチュンね、スラローム描くようにね、泳いでくれるんでね、これはね、魚もね、すごい釣れやすいと思います。ベイトもね、まあ、サゴシチュンと今同じぐらいかな。たまにシラスも入ってきてるんですよね。そのシラスパターンっていうのはね、厄介でね、なかなか難しいんですけど、もうちょい大きいかな。活性は良さそうなんですよね。はい、ダイソーのメタルバイブ 35g ですね。で、フック変えてます。フックはね、前後6で真ん中が、ね、8にしてます。っていうのはね、結構ね、キャストして巻くたびにね、エビっちゃうんですよね。で、それを防ぐのにやってますね。で、着底したら巻くんですけど、来た、しょっぱら来たよ。暴れた、バレたか、バレてないね。ダイソーのメタルバイブで来ましたね。結構意外に重いですね、変えたら。おお、若しちゃん、あれ巻けなくなっちゃった。いまだ行ってないかな。よいしょ、ちっちゃ、あー、ギリ稲田かな。稲田行ったね。あ、これか、青物が入ってきてますね。ギリ稲ちゃん行きました。やったね、稲田ですね。やっぱりここにいたのは稲田です。
よし、バイバイ、ありがとう、じゃあね。オッケー。はい、ね、さっき釣れたのがね、ダイソーのメタルバイブ35ですね。やっぱこれ釣れますね。で、ね、フックをね、やっぱね、真ん中シャープ8にすると、結構ね、エビなくてね、だいぶ楽ですね。でやっぱフィードポッパーダメで、サゴシチューンダメで、今日はメタルバイブにしたら切ってきましたね。はい、ビンビンスイッチにね、サビキつけました。サビキにね、アジングのワームですね。なんかシラスの方が入ってきてるってことで、なんだろうね、これシラスパターンになるのかな。もうシラスパターンってすごい苦手でね、よくわかんないんですけど、本当はジグの方がいいのかな。漕いでこっか。来たぞ。あー、平らばできた。来るんだ。来た。あ、なんだ、エソちゃん。お前か。うわ。エソか。よっしゃ、ありがとう。バイバイ。エソでしたね。うわ。水深20メートルだから10メートル。15。15回巻こうか。このラインになんかいるね。ロープでもないよ。あ、来た。ようやく来てくれた。落ちパクだったか。バレんな。なんだこの魚。落ちパクだね。なんだ、エソ？泳がないね。うわ、お、糸寄りだ。すごい、糸寄っちゃんか。糸寄り台ですね。いや、久しぶり。よし。よし。ありがとう。おお、泳いでくれた。大丈夫か。お、行った行った行った。大丈夫かな。大丈夫そうだな。40m だと結構かかるね。叩いて、叩
叩くエソちゃん。イトヨッちゃんダブル、すごい、そんなことある。エソちゃんバイバイ。次はイトヨッちゃん。イトヨッちゃんもちっちゃいね、まだ。あ、ちっちゃくないか。でも25、30、30。イトヨッちゃんね、 TG ベイト釣れるんだな。イトヨッちゃんですね。ありがとう。チーズベイト釣れ。オッケー、いける？ダメか。これはいただこっか。じゃごめん。イトヨッちゃん、いただくよ。先日ね、アマゾンでね、ハイパー保冷剤っていう、保冷剤を買ったんですよね。それクーラーボックスに入れるやつなんですけど、それをね、入れて朝今日5時ぐらいに出たのかな。で、今9時前なんですけどね、凍ったペットボトル入れてるんですけど、まだね、ほとんど凍ってますね。いや、それすごいな、結構。その保冷剤入れないとね、結構ね、溶けてきちゃうんですけど、ね、もうこっちはガチガチにね、まだ凍ってますね。いや、これはね、魚持って帰るのもね、新鮮で持って帰れるしね、すごいおすすめだと思います。ぜひね、よかったらチェックしてみてください。叩いてる。TG ベイトも釣れるね。意外に重い。なんだろう。すげえ今日濁ってるね、しかし。おお、稲だ。うわ、しかも2連、2連の稲だじゃん。やべやべ、稲田が2連でこれ釣れましたね。結構低くなって思ったんだよ。稲田若し、若し2連若しですね。すげえ。うわ、すげえ。見えますかね。2匹釣れましたね。
これ若しかな。若しだね。若し若し。もう一匹になだった。ギリになる。プリプリ。よし。ですね。ありがとう。バイバイ。でもう一匹。めちゃくちゃ今日マッティなんですよね。今日 TG ベイトすごいね。ね、イナタが2連でかかりましたね。びっくりです。多分ね、シラス、ベイトがね、シラスっぽかったんですよね、今日。それで、今回ね、サビキにね、ワーム、アジングワームつけ、アジング、セリアのワームですね。つけました。100円ショップの。はい、若しです。ありがとう。バイバイ。で、お、まだいるっぽいね。はい、先ほど稲田で2匹ね、1匹釣れました。で、今日はね、さっきからね、シラスっぽいのがね、泳いでたんで、今回ね、100円ショップセリアの、ワームですね。これをサビキにね、つければね、シラスっぽいんじゃないかって思ってやってみたらね、案の定ね、イナダ食ってくれましたね。やっぱここもね、シラスパターンなのかな。で、シラスパターンって自分もね、あんまりね、毎年ね、釣れなくてね、どうしたらいいんだろうと思ってたんですけど、今回ね、これでね、食ってくれました。なんでね、シラスパターンね、なんとなく分かってきたのかな。いろいろね、弓角とかね、いろいろね、あるみたいなんですけど、あんまりその辺はね、詳しくわかんないですけど、まあね、よかったよかった、パターンが分かって。もう9時なんでね、今日仕事なんでね、そろそろ上がろっかな、ゴンツキまで。赤っぽいね。これは上がるね。これ赤しかな。すごいね。エソちゃんじゃん。エソもいるんかい。エソちゃん。エソちゃんもね、サビキに食ってってね。しかもでかい。出ないように。エソちゃん今度まだね、もうちょい大きいね、エソ来たらね、食べたいと思います、ね、フードプロセッサー。やべ、来たね。当たった。ようやく来た。ようやく来たけど、これ若しか。エソか。これは初号じゃん。初号すごいね。初号が初号ん初号初号だね。お、初号だね。
い、ね、今日はね、朝一ね、稲田が連れて、あとエソちゃんですね、連れて、その後、あれか、糸寄り台、糸寄っちゃん2匹と、またエソで、そこから釣れなくなって、ジグサ引きにしたんですよね、途中で。で、ジグサ引きにセリアのワームをつけて投げたんですけど、投げて、巻いたらね、ダブルイナダとエソちゃんですね、釣れました。まあ、エソちゃんばっかだったんですけど、あとイナダじゃないな、あれ、ワカシだな。今日はね、ワカシとギリイナダサイズっていうのはね、結構いましたね。まあね、楽しかったですね。結構ね、雨降った後ですごいマッティーなんですけど、まあその分ね、結構釣れたんじゃないかなと思います。それではね、最後までご視聴ありがとうございました。よければ、ね、チャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。ではね、今日はね、もう仕事なんでね、これからね、上がりたいと思います。もう今9時ですね。ではね、ありがとうございます。バイバイ、またね。Thank you.